まずは、あさってから始まる国の観光支援事業、ゴートゥートラベルについて。県は独自に展開している観光キャンペーンと併用して利用できるようにすると発表しました。これは村井知事が今日の記者会見で明らかにしたものです。あさってから県内を旅行する県民に限り。一泊あたり最大で五千円を補助する仙台宮城絆の宿キャンペーンと。 豪州ト,トラベルの併用が可能となります。二つを組み合わせた補助額の合計は最大で一万九千円です。そういう意味ではですね、ダブルで使うということでより効果が出るものというふうに思いますので、宮城県においてはですね、えー、まあ一定の効果がより大きな効果が見込めるのではないかと期待はしているところです。旅行業者の方も宿泊業者の方もですね非常に期待大きいんです。